日中のハマトガデル夜間のハマトガデルハマトガデルは、イスラエルのティベリアス湖に近いアルムーク川にある、温泉保養地。イスラエル、ヨルダン、シリアの国境が交わる地点に位置し、イスラエル領となっている。その名の、ガダラの温泉は摂氏50度以下の鉱物線が複数、あることに由来する。ガダラは、現在のヨルダン領、ウンムカイスであり、ここから4キロメートルの距離にある。 アラビア語では、温泉を意味する、ハンマと呼ばれている。ローマ帝国時代にはすでにハマトガデルは、保養地として、広く知られていた。温泉の存在は、ストラボン、オリゲネス、エウナピオスらによって言及され、紀元1世紀のラビ文学でもハマトガデルについて、触れられている。2世紀に、ガダラの町に駐屯する、ローマ第10軍団によって、公衆浴場が建設される。 公衆浴場の跡地から建設期間は二つに分かれていることが明らかになっている。ローマ帝国、東ローマ帝国の時代に公衆浴場の大部分が建設され、イスラム勢力の支配期には基礎の建設物に大幅な変更が加えられる。遺跡に含まれるローマ劇場は3世紀に建設されたもので2000の客席を有する。 大シナゴーグは5世紀に混流されたものである。7世紀に発生した地震によっていくつかの建物が破損するが、633年にダマスカスのウマイヤ朝のカリフによって修復された。1世紀後の749年にガラリアで発生した地震の被害を受ける。最終的に浴場は9世紀に放棄され、遺跡の跡地は厚いシルトの層に覆われた。 イギリス領パレスチナとフランス領シリアの境界が1923年に引かれるとエルハンマとウンムカイスとその間にあるハマトガデルはイギリス領を入りした。第一次中東戦争の後イスラエル領になったこの地はシリア軍に占拠された。1967年の6日間戦争中にイスラエル軍がゴラン高原を制圧すると イスラエル人が自由にこの地に出入りできるようになり、行楽地としての開発が進んだ。1977年に温泉保養施設の建設が開始され、ヘブライ語のハマトが出るに解消された。ありがとうございます。